1300年を超えて継承されてきた公家の装束の世界を伝える特別展が奈良県立美術館で開催されています。特別展では公家の男性の正装である束帯や女性の正装とされるいわゆる十二人絵など江戸時代から昭和にかけての65件の装束や資料が展示されています。公家の装束は平安時代には日本の気候や日本人の体の動きに合わせてゆったりとした大きなものでしたが、時代を追うごとに簡素で動きやすいものとして進化しました。また公家の装束の特徴として色の組み合わせに敏感であったという点が挙げられ、四季折々の自然の花や鳥をデザインに取り入れるなど季節を強く意識していたことがわかります。日本の、伝統的な装束の世界というものをぜひ、ご覧いただければと思います。公家の装束から日本の美意識を見るこの展示は9月22日まで開催されています。